トランスピュータ。トランスピュータは、イギリスのブリストルにある、半導体企業が1980年代に、設計した、マイクロプロセッサーアーキテクチャである。並列コンピューティング向けに、メモリとシリアル通信リンクを内蔵している。1980年代後半の一時期、トランスピュータは次世代の新たなコンピュータの始まりで、あると多くの人々が考えた。インモスとトランスピュータは、 この期待には応えられなかったが、トランスピュータのアーキテクチャは、コンピュータアーキテクチャの様々なアイデアを生み出す、きっかけとなり、そのうちのいくつかは、現代のシステムで違った形で採用されている。1980年代初期、従来からの CPU は、性能の限界に達しつつあると見られていた。この頃まで、製造技術の問題で設計者が、 チップに乗せられる回路の量が制限されていた。しかし、集積回路の製造技術は進歩し続け、逆に設計者が思いつかないほど、大量の回路をチップに乗せられるようになった。間もなく、伝統的なシスク型デザインは、性能の限界に達し、その限界を超えられるのか当時は明らかではなかった。唯一の道は並列性を高めることだと思われた。 複数のマイクロプロセッサを一緒に動作させ複数のタスクを同時に処理するのである。これにはマルチタスクと呼ばれる手法が可能なマシンがなければならない。マルチタスクはそれ以前のマイクロプロセッサには困難だったが当時の最新の設計では効率的に実行できた。マルチタスクがすべてのオペレーティングシステムの機能となるのは明らかだった。 マルチタスク設計の副次効果として複数の CPU 上で複数のプロセスを動作させることができるようになる。これをマルチプロセッシングという低価格のマイクロプロセッサでマルチプロセッシングを実現すればマイクロプロセッサを追加することで簡単に性能を向上させることができる。それは新たに高速なマイクロプロセッサを設計するよりも非常に低コストで 実現可能と思われた。最初のトランスピュータを設計したのはと、ロバート・ミルンである。1990年、名はサウサンプトン大学から名誉博士号を授与され、翌年には王立協会フェローに選ばれ、1992年には英国物理学会からパターソンメダルを授与されている。当時インモスの技術責任者だったトニー・フュージは、 T414 トランスピュータ開発により1987年プリンスフィリップデザイナーズプライズを授与された。トランスピュータ、トランジスタコンピュータの造語は並列コンピューティングに特化した初めての汎用マイクロプロセッサである。様々な能力や値段のチップを組み合わせて並列コンピュータを構成することが目的だった。各チップがトランジスタのように組み合わされて 役割を果たすことからトランスピュータと名付けられた。当初の計画ではトランスピュータのコストは数ドルユニットとすることになっていた。インモスはこれがあらゆる場所で使われることを想定した。コンピュータのメイン CPU としてだけではなく同じコンピュータのディスクドライブのチャンネルコントローラとしてもである。これらトランスピュータは空き時間を利用して別の仕事をさせることもでき、 全体として、性能を大幅に向上できると考えられた。核、トランスピュータは単独で動作できるだけの回路を備えていたので、その特徴は、マイクロコントローラに似ている。トランスピュータ同士は、複雑なバス、または、マザーボードを使わに簡単に接続することができる。電力供給もクロック供給も簡単である。ラムもラムコントローラも不要である。さらには、 トスす,すらいらない。それらはすべて組み込み済みである。当初のトランスピュータは非常に単純で独特のアーキテクチャであり、小さな領域で高性能を達成することを意図したものだった。マイクロプログラム方式でデータの経路を制御するが、当時の他の設計とは異なり、ほとんどの命令は実行に1サイクルしかかからない。命令コードが マイクロコード ROM のエントリーポイントの識別に使われ、ROM の出力がそのままデータ経路に供給される。複数サイクルかかる命令の場合、データ経路が最初のサイクルを実行する間、次のサイクルのための4つの考えられるオプションがデコードされる。どのオプションを実際に実行に移すかは、最初のサイクルの終わる頃に決定する。これによって、 アーキテクチャの汎用性を保ちつつ非常に高速な動作を可能にしている。当時としては、クロック周波数 20MHz は非常に高速であり、設計者はこの速度のクロック信号を基板上で分配できるかどうかを心配していた。そのため、外部クロックはもっと低い 5MHz とし、それを PLL で4倍にし、必要な内部周波数を得ている。 内部のデジタル回路には、一般的な静的な論理回路による方式ではなく、ダイナミックロジックの一種のフォーフェーズロジックを使用しているため、単層 20MHz のクロックからさらに4つの互いに、重ならない位相の信号を生成し、それに合わせて、論理演算が行われる。これにより必要な領域を低減しつつ、速度を上げている。 この手法は限られたトランジスタで機能と性能が得られることから以前はよく使われていた自動テストバターン生成による試験と相性が悪いなどといった端緒があるといった理由から徐々に使われなくなっていった手法である。トランスピュータの基本デザインは他のトランスピュータと接続する4つのシリアルリンクを持っていることである。各リンクは1980年代当時としては 非常に高速な五メガビット S、十メガビット S、二十メガビット S といった性能だった。任意以降のトランスピュータを長い、最長数十メートルリンクで接続し、一つのコンピュータファーム、農場、ファームを形成する。例えば、典型的なデスクトップマシンとしては、入出力を処理する二つのローエンドのトランスピュータを使って、それらのシリアルリンクを必要な周辺装置に、 属し、CPU として、より高機能なトランスピュータを使用する。このような方式で構成できるシステムには、限界がある。各、トランスピュータは1対1で接続されているため、直接つながっていないトランスピュータへの通信メッセージは、途中のトランスピュータが中継することになる。この中継が度重なると、無視できない遅延が生じる。 これを解決するためにインモスは32個のトランスピュータを接続する遅延のないスイッチを提供した。これはスイッチにスイッチを接続することもできるため非常に巨大なネットワークを形成できる。トランスピュータはネットワークリンクからの信号で起動できるため一つのトランスピュータからの信号でネットワーク上の全、トランスピュータを起動することができる。 ブートフランドムと呼ばれるピンをアサートされたトランスピュータはメモリー先頭2バイトを読み込んで命令ポインタに格納し処理を開始する。このピンがアサートされない場合、4つあるリンクのいずれかに送られてきた1バイトのデータがその後ダウンロードされてくるブートストラップの長さを示しており、ブートストラップのコードはそのトランスピュータのメモリー先頭にセーブされ実行される。 デーと1は特別な長さでありとして予約されている。これらを使うとブートされていないトランスピュータの持つラムの内容を調べたり書き換えたりできる。ピークの後にはアドレス指定が続き、ポッケの後にはアドレスと書き込むべきデータが続く。リンクをサポートしたため通信トラフィックをスケジュールする新たな回路が必要となった。通信結果を待っているプロセスは自動的に ポーズ状態となって、ネットワーク回路が、リードライトを終えるのを待つ。そうすると、他のプロセスが走行を開始する。リアルタイム性とマルチプロセッシング動作を向上させ、デッドロックを防ぐため、二つの優先度レベルをサポートしている。一つのトランスピュータ上で動作する二つのプログラムが、互いに通信する場合、メモリ上の仮想ネットワークリンクを使うことが出る。プログラムが、 入力や出力を要求して、その処理を待つマポーズすると、オペレーティングシステムが、調停回路を使って、それを処理する。トランスピュータの、オペレーティングシステムはスケジューリングを行う必要が、ない。ある意味では、チップ自身が OS を内部に持っていると考えることが、できる。このような機能をすべてシングルチップに組み込むため、トランスピュータのコア部分は、一般の CPU よりも、 単純になっている。命令セットが小さいため、リスクとも言われるが、マイクロプログラム方式であり、レジスタは少なく、メモリとメモリを扱う命令があるため、設計自体はまさしくシスクである。レジスタが多数あるロード、ストア型のリスク CPU とは異なり、トランスピュータには3つのデータレジスタしかなく、それらが、スタックのように振る舞う。さらにワークスペースポインタが、 メモリ上のスタックを指していて、ロード、ローカル命令とストア、ローカル命令で容易にアクセスできる。これにより、コンテキストスイッチが非常に高速化された。単に、ワークスペースポインタを別のプログラム用のアドレスに書き換えるだけで済んだのである。このような設計は当時それほど珍しいものではなく、トムス9900なども同様である。3本のレジスタスタックの内容は、 ジャンプ命令などでも保証されず、コンテキストスイッチの際にも内容の保持は保証されない。トランスピュータの命令は8ビット長でそれが2つの2ブルに分けられる。前半は命令コードで、後半がオペランドである。前半の2ブルで16種類の基本命令コードを表しており、としても商用化されたものとしては非常に命令数が少ない。 後半のニブルは一つの定数値オペランドであり、ワークスペースポインタ相対オフセットを表していることが多い。二つの命令コード、プフィックスとンフィックスはニブル以上のオペランドを構成するのに使われる。OPR という命令コードは追加の命令をサポートするもので、オペランドをオペランドのない拡張命令コードとして処理する。この手法を使えば容易に命令セットを拡張でき、 新たなトランスピュータの実装で命令を追加可能である。マルチ、トランスピュータシステムのプロトタイピング、構築、構成の手段として、インモスは1987年にトラム企画を導入した。トラムはトランスピュータを搭載したドーターボードであり、オプションで外部メモリや周辺デバイスを搭載し、企画化された単純なコネクタで電源やリンク、 クロックやシステム信号を供給するようになっている。様々な大きさのトラムが定義されており、サイズ1、3.66インチ1.05インチから、サイズ8、3.66インチ8.75インチまである。インモスは各種ホストバスに装着するトラムマザーボードも開発しており、イサ用、マイケローチアナル用、ベムバス用などがあった。トラム間のリンクはメガビット S。 または 20Mbps で動作する。トランスピュータは CSP プロセス計算に基づくプログラミング言語、o c カ a m を使ってプログラミングされる。実際、トランスピュータは o ッ c a m を動作させるために作られたと言ってもことではない。同様に、シスックデザインのプロセッサは、パスカルや C 言語のような高級言語を動作させるよう設計されている。 オッカムは平行性をサポートしており、プロセス間およびプロセス者間の通信を言語仕様としてサポートしている。チップと言語が並列性と通信をサポートしていたので、デバイスコントローラーのようなプログラムを書くのはめて簡単である。ほとんどのプログラムは入出力としてシリアルポートを使い、データがなければ自動的にスリープする。初期のオッカム開発環境としてインボスは、 D700 トランスポーピューターデベロップメントシステムを用意した。エディタ、コンパイラ、リンカ、デバッカを統合した環境である。TDS 自体も OCCAM で描かれたトランスピュータ用アプリケーションである。TDS のテキストエディタはコード折りたたみが可能で、コードの構造をより明確に見せることができる。しかし、プログラミング言語も開発環境も独特なものだったため、 トランスピュータ普及にはあまり貢献しなかった。後にインモスは、より一般的なクロスコンパイラ環境をオッカムに、トゥールセッツをリリースした。C 言語、フォートラン、エーダ、パスカルといったもっと一般的なプログラミング言語も、後にインモスや、サードパーティーから、リリースされている。これらはオッカムほど洗練されてはいないが、オッカムのような平行性と通信機能を提供すべく、 何らかの拡張やライブラリーを含んでいた。トランスピュータには仮想記憶サポート機能がなく、ユニックス、K、OS などの移植が難しかった。それでも、ミニックスやといったユニックス、K、OS が移植されている。また、ユニックス系分散オペレーティングシステムは、マルチ、トランスピュータシステム向けに設計された OS である。最初のトランスピュータは1983年に、 発表され、1984年にリリースされた。マイクロコントローラ的な役割を果たすデバイスとするため、2K バイトのラムを内蔵し、追加のラムを簡単に接続するためのラムコントローラを内蔵していた。他の設計と全く違う点は、IO がすべてシリアルリンクに何らかのハードウェアを追加することで接続するようになっていた点である。 一般のマイクロプロセッサーの割り込みに相当する一本のイベントラインを持っていた。これが一種のチャンネルとしても動作し、プログラムをこのイベントラインから入力することができ、イベントラインをアサートすることで処理を開始した。すべてのトランスピュータは外部から 5MHz のクロックを供給され、内部でそれを何倍かにして動作している。このトランスピュータは、無,無や、仮想記憶機構を持っていなかった。 開発中予された T9000 を除き、トランスピュータは3つのグループに分けられる。16ビットの T2 シリーズ、32ビットの T4 シリーズ、64ビットの IEE754、不動小数点数をサポートした3ビットの T8 シリーズである。プロトタイプの16ビットのトランスピュータは S43 といい、スケジューラやリンク上のドマ制御ブロック転送機構を、 持っていなかった。T212 と M212 ディスクコントローラが16ビット製品としてリリースされている。T212 は 17.5MHz と 20MHz で動作する。後継の T222 にはオンチップの 2KB から 4KB のラムが搭載されている。さらに、後継の T225 もリリースされており、デバッグ用ブレークポイント機能をサポートし、 T800 で導入した拡張命令もサポートしていた。T222 と T225 はどちらも 20MHz で動作する。最初の製品としては T414 が3 2ビットだった。本来はチップ上のラムを 4KB 搭載した T424 がリリースされる予定だったが、製造上の問題からラムを 2KB に縮小した T414 がリリースされた。 T414 は 15MHz と 20MHz で動作する。後にラムを 4KB に拡張した T425、20、25、30MHz が登場。こちらはブレークポイント機能と T800 の拡張命令をサポートシール。1989年9月にリリースされた T400 は T425 の連価版で 動作周波数は 20MHz、RAM は 2KB、リンク数も4本ではなく2本であり、組み込みシステム市場向けだった。第2世代として、1987年に T800 が登場した。これは命令が追加されており、IEE754-1985、e、を企画に、準拠した64ビットのフップと、不動小数点数用の追加の3本のレジスタを持っている。 また内蔵ラムは 4KB で 20MHz か 25MHz で動作する。後継の T801 と T805 ではブレークポイントをサポートしている。T801 ではアドレスバスとデータバスを分離して性能を強化している。T805 では 30MHz 版もリリースされている。内蔵ラム容量を増やしリンクを高速化し命令を追加して マイクロコードを改良した T810 が計画されていたが1990年頃に中止された。インモスは他にもサポートチップとして3 2ウェイリンクスイッチ C004 トランスピュータのシリアルリンクと8ビットデータバストのインターフェースチップ C012 といった製品も提供し、インモスの当初の戦略の一部には CPU を小さく安価に構成することで 他の論理回路をチップ状に組み込めるようになるという目論みがあった。すなわちシステム音ーチップであり、今では一般的だが、1980年代初期にはほとんど馴染みのない考え方だった。1983年頃、M212 と TV トイという二つのプロジェクトが始まった。M212 は T212 コアを使って、シュガートの ST-506 や、 st-412 といったハードディスクドライブのディスクコントローラーを作るプロジェクトである。t e v と o はシンクレアリサーチとの共同プロジェクトでテレビゲーム企用チップ開発プロジェクトである。t212 と t414、t424 のリンクにはハードウェアのドマエンジンがあり他のプロセスを実行中に並行して通信が可能である。t400 トランスピュータ製品にも同名のものがあるが別物を出るは CPU 自体がリンク上のデータ転送を扱う方式の設計を指す。4本のリンクに対応するドマエンジンは CPU 本体と同じくらいの回路規模であり T400 ではそれが不要となる。すると空いた部分を他の用途に使えるのでソックを実現しやすくなる。TV、トイプロジェクトでこの設計が提案されていたが プロジェクトは1985年に中止となった。それまでのソックプロジェクトは M212 が一時期販売された程度であまり成功しなかったが、1987年8ビット版トランスピュータと状態機械に基づく構成変更可能な論理回路を組合割る T100 プロジェクトが開始された。トランスピュータの命令は基本が8ビットなので、 8ビットの倍数の任意のワード帳の実装が可能である。T100 の目指した市場は、フーチャーバスなどのバスコントローラや、C011 などのリンクアダプターのアップグレードである。T9000 のプロジェクト開始と同時に、T100 プロジェクトは中止となった。なお、このコンセプトは今も生き残っており、という企業が、そのような用途のチップ設計を行っている。トランスピュータは、 他の設計に比べてシンプルで強力であるが本来の目標だったあらゆる場所で使われる CPU あるいはマイクロコントローラというには程遠い状況だった当時のマイクロコントローラ市場は8ビット機が優勢でコストだけが問題だったそのため T2 シリーズであっても当時の市場では強力すぎ高すぎたデスクトップやワークステーション市場でもトランスピュータは 十分高速と言えた。20MHz で 10Mips を記録している。これは1980年代前半では非常に素晴らしい記録であるが、フップーを備えた T800 が出荷された頃には他のディスクプロセッサに性能を追い越されていた。性能差はマシン内で複数のトランスピュータを使えば埋められたかも知れないが T800 は一つ400ドルもしたので、 価格性能比で考えれば立ち打ちできなかった。トランスピュータを採用したワークステーションもわずかながら設計されておりが知られている。トランスピュータは超並列コンピューティングの分野である程度成功を収め、1980年代以末にいくつかのベンダーがトランスピュータを使った製品をリリースしている。例えば、インモスの元従業員が創設したパラシテック。 パーシスなどである。イギリスの研究機関がトランスピュータを使った並列システムの研究を行った例もあり、ノブリストルトランスピュータセンター、エディンバラ大学のプロジェクトなどがある。また、デジーの電子、陽子円形加速器ヘラにおける粒子検出傷すのデータ収集装置に300個以上のトランスピュータが使われていた。インボスは T8 シリーズを改良した T9000。 開発コード名は H1 を投入した。T9000 は T800 によく似ているが、いくつかのハードウェアをチップに追加し、スーパースケーラ機構も導入した。初期のモデルとは異なり、T9000 は 16KB のキャッシュを備えていた。これは従来のように a ムとしても使用でき、これを制御するため、PMA と呼ばれる無,無的な機能も組み込んだ。加えて高速化のために、 T9000 は、スタックトップの32本分をキャッシュしている。従来は3本。T9000 は、高速化のために5ステージのパイプラインを採用している。特徴的な機能追加として、キャッシュ外のコードの塊をグループ化して、それを4バイトの疑似命令にパッケージ化する機能を持っていた。このグループは1サイクルで実行することができた。 リンクシステムもアップグレードされ 100MHz となったが、介護感染は失われた。この新たなパケットに基づくリンクのプロトコルを DS リンクと呼び、後にとして標準化される元になった。T9000 にはリンクのルーティング用ハードウェア VCP も追加されており、それまでポイントツーポイントだったリンを真のネットワークに変え、任意の本数の仮想チャンネルを物理的なリンク上に、 構成できるようになった。そのため、プログラムが、トランスピュータ間の接続構成、ネットワークレイヤーを気にする必要がなくなった。DS リンクに対応して32、ウェイクロスバースイッチ C104 と、リンクアダプタ C101 などのサポートチップも、開発されている。T9000 の開発が遅れたため、リリースしようという時にはすでに他のリスクプロセッサの、性能はその先に行っていた。 実際、T9000 は T800 の10倍という性能目標も達成できず、プロジェクトが中止された時点では 50MHz で 36Mips の性能だった。あまりに開発が遅れたため、T9000 にとって最高のホストアーキテクチャはオーバーヘッドプロジェクターだという川まで言われるほどだった。インボスにはそれ以上開発を続ける資金力がなかったため、会社ごと SGS トムソン、 ST マイクロエレクトロニクスに買収された。同社は組み込み市場に注力していたため、買収後、T9000 の開発は中止され、32ビット版、トランスピュータを元にした、マイクロコントローラー ST20 が製造されることになった。これには、T9000 向けに開発されていた技術も導入されている。ST20 は、セットトップボックス用チップセットや、 GPS アプリケーションなどで使われた。厳密にはトランスピュータとは呼べないが、ST20 は T に及び t 級に強く影響を受けており、後の最後のトランスピュータ T450 の元になった。ST20 は新たに育ちつつあった、ソック市場での再利用可能なコアとして設計された。実際、ST20 の当初の名称は RMC だった。アーキテクチャは、 T4 のものを基本とし、VHDL を使って書き直し、マイクロコードコンパイラも書き直して最適化している。プロジェクトは T9 が多くのアプリケーションにとって大きすぎると判明した1990年頃、始まったとみられる。実際の設計は1992年中頃に開始された。最終的な設計は元々の T4 コアとよく似ているが、命令のグループ化や、 ワークスペースキャッシュといった性能向上策が導入されている。皮肉なことにトランスピュータの設計思想だった並列性向上は汎用 CPU の中で実現され高速化に寄与している。トランスピュータのような明示的なスレッドレベルの並列性ではなく命令レベルの並列性を利用する CPU 設計である。アウトオブオーダー実行やスーパースケーラが 汎用のコンピューティングには適していたと言えるだろう。それによって一般的なプログラミング言語で書かれた既存のプログラムも高速化の恩恵を受けることになり、トランスピュータのように独自言語でタスクレベルの並列性を意識してコーディングするよりもはるかに効率的である。それでもトランスピュータの目指した方向をさらに推し進めた形態としてクラスターコンピューティングシステムがあり、 21世紀に入ってからのスーパーコンピュータはほぼそのような形態が占めている。トランスピュータのシステムとの違いは各計算ノードに十分なメモリと二次記憶装置が備わっている点で一般的な OS が動作し一般的なネットワークインタフェースを使っている。ノードが複雑化した結果そういったシステムで並列性を統合するソフトウェアはトランスピュータのそれより はるかに複雑化していい。トランスピュータの動機となった事柄は根本的には解決されておらず、その後20年間以上にわたってチップのトランジスタ数が倍増していくことでなんとかごまかしてきた。しかし、ついにはチップの規模拡大とルール縮小に限界が見え始めてきた。電力消費量とそれに起因する発熱の問題からクロック周波数を上げることが 現実的でなくなってきた。そのため、業界はかつて、インモスが提案したことのエッセンスを若干異なった、形、マルチコアなどで実現する方向に向かっている。また、トランスピュータとインモスは、コンピュータ業界に影響を及ぼしただけでなく、ブリストルがイギリスにおける、マイクロエレクトロニクスの中心地となる基礎を築いた。宇宙探査機をてマイナス人には、 トランスピュータ T805 が4個と DSP56001 が8個搭載されていて、約 100MIPS の性能を発揮している。小型衛星プラットフォーム MIAD には、トランスピュータ T805 が使われていて、約 4MIPS の性能である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。